財務省福田事務次官の辞任了承。政府は昨日の閣議でセクハラ問題報じられた財務省福田事務次官の辞任、正式に了承しました。昨日付で事実上の更迭ということですね。えー、福田氏本人はセクハラ疑惑を否定しています。野党が要求している懲戒処分は見送りました。まあ、規定でおよそ5300万円となる退職金、この支払いは留保して、今後のセクハラ問題の調査の結果次第では、減額を検討 留保ということはまだだから退職金は支払われないということですね、らしいですね、えーまあ、この処分、いかがですかさあの先週、この話題で、将棋を例に取りまして、はい、あのかっこよく投了する、負けましたってそこで覚えちゃうと、はい、かっこよく投了するか、どす黒く粘るか、それはまあ選ぶ自由はあるだろうって、ーんということを申し上げたわけですが、はい、はっきり言って、これ、どす黒く投了してますね。<laughs> 両方入っちゃいました <laughs> 一番悪いとこばかりと言っ,っ,たっ <laughs> えいやな。えー、はい、えー。そして麻生財務大臣ですが、閣議後の会見で自らの身体については考えていないと語る一方ですね、えー、福田氏の疑惑に関しては、報道だけで認定するのはいかがなものか、はめられているのではないかという意見もあると、まあ、そういうふうに発言をしました、はいえー。野党側からはですね、被害者を加害者扱いしていると強い反発を受けました、この麻生大臣の発言、いかがでしょうか。 ののははいかがなものか、はい、これは正論ですははしかし、その一方で、えー、麻生大臣のだけじゃなくて、あのいわゆる報酬とされる方々の中に、これは、ね、あの福田時間はめられたんだっていう声がありますが、えー、もしそうだとすれば、それは非常に情けない話だ、ははつまりですね、えー、財務省というのは日本の官庁の中で最も優秀で権力があるはずなんです。そ、うんはい、その時間トップでですすれがね こんなにやすやすはめられるようでは話にならない、<ー>これ、ね、はめられたって言えば、なんかですね、身の証しが立つかのような考えはすべきではない、えー、それもっと恥ずかしいんだ、はっきり言えばああ。もっと恥ずかしい。そうです、えーあ。こんなの引っかかるのは引っかかる方がだめって、それだけの話です。はいま、それだけの要職についてるってことですもんね。そうそね、こんなことで時間がはめられるようでは、日本政府は信用できないと言われても仕方ないと、そういうふうに思うべきでしょう。はい、続いてはこちら読売新聞 18歳成人、反対56%。成人年齢を20歳20歳から18歳に引き下げる民法の改正案。昨日、衆議院本会議で審議入りしました。読売新聞、これに先立って成人年齢引き下げに関する全国世論調査を実施、引き下げに賛成と答えた人は42%、反対の56%を下回りました。年代別でも全ての年代で反対が5割を超えていまして、国民的理解深ま っていないこととが分かったさんかこれについては、ですね<っ>もう18歳成人は世界の流れとかいうですね、はい、人も結構いらっしゃるわけですが、<っ>別に世界の流れだからといって、日本がそれに追従しなければいけないことはないんです、っやっぱり日本の中で、やっぱり今18歳はまだ成人じゃないよねというふうに、何が大人で何が子供かっては、その社会の中で決める問題ですから、<っ>やはりあの全国的にですねやっぱり20歳成人でいいんじゃないかっていう人が多いんであれば、<っ>20歳成人にすべきではない。 い,いでしょうか、はい、この引き下げの賛成としたです、ね、人たちの理由を見ると、えー、大人としての自覚が出る、これが61%で最も多かったんですね、はい、一方、反対、いやちょっと18歳に引き下げるのはどうかなっていう理由は、経済的に自立していない人が多い、これが67%と最も多かったということなんですよねどちらもよく分からないような話なんですね。っていうのは、はいえー、じゃあですねあの、18歳、経済的に自立していない人が多い。20歳でそんなに違い 逆にですね、あなた教科は成人ですよって言われて、そんなに大人としての自覚はすぐ出るんだったら、お目にかかりたい <laughs>、はい、ですから、両方ともですねど,、うん、どんなもんかなという感じの意見ですね、これは、はもともとこの18歳っていうのは、先ほど佐藤さんおっしゃったみたいに、世界の流れから見るとね、はい、だから18歳でと、ね、いうのが多いっていうのと。だから日本が合わせなきゃいけないとい義理はありませんからね。ああ、えーね、あとととまこここの有権者を下げるるるによって票が増えるみたいなこともある ああのーえー、ありますが、えー、結局のところ、若者ですから、えー、こうなんかブームが起きやすいと、はい、つまり、どこの党に決まって支持するじゃなくて、この選挙結果、変動しやすくなるだけじゃないかなと思いますー空振りとしか思えない日米首脳会談。 今朝はですね、先週行われた日米首脳会談について、佐藤さんに話を聞きます。まあさって、南北首脳会談が行われて、6月の初旬までには、えー、この北朝鮮とアメリカの首脳会談も行われているという、はい、まあそれに先駆けて、日米首脳会談が先週行われましたあの。今回の日米首脳会談について、まず佐藤さん、どういう印象,の印象ですかあの去年の11月、トランプさん、日本に来られて、その時もちろん首脳会談して、共同記者会見もしてるわけですが、はいえー、それと比べるとかなり、 冷え込ですから、これももちろん、こういう記者会見の時の公式の発表文というのは、官僚が必死になって書くわけですから、麗しく書いてあるのは、これも当たり前なんですが、それやっぱりなんですかのこの身振りとかですね、声の調子とかですね、表情とかね、なんとなく親密感があるかないか、それは全然違ったと思いますね。内容的に言っても、正直これは空振りではないかと、もちろん成果があったって、もちろん言わなきゃしょうがないから言うわけですけど、 ええ、成果とされる点、特に北朝鮮問題は、うんはい、正直パターン化された決まり文句が並んでいるぐらいのもんであって、ええ、逆に実質的なとこ、はい、経済です、ええ、これはもうトランプに押されまくって、ええ、もうゼロ回答かそれ以下であったとしか言いようがないのではないかと思います、ええ、ます、あ、その北朝鮮についてですけども、日本、アメリカ、韓国、まあ、この緊密な連携のですね、まあ、最大限の圧力かけ続けることで一致したという話も出てますよね。はこれはですすね政治、はい、特にに外交に関する私の のもう大原則なんですが、はい、立場上逆のことが言えないとすれば、その何を言っても大した意味はないと、つまり今、今ですね金正恩とこれからトランプが差しで話そうときに、もう連携するのやめたとか、ですね、はい、圧力もういいよ、やめやめって。 言えるわけないんですよ。はい、で、逆のことが言えなければ、それは大した意味がないんです。あはい、で大体ですね、<い>そんな緊密に連携しているというのなら、<い>なんで米朝首脳会談やるぞってなったときに、はい、我が国政府はあんなに面食らったのでありましょうか。えー、ちょっとそこは怪しいんです、さっき言えば。たい、えーうん、今度の訪米だって、この米朝首脳会談が突然決まっちゃったので、はい、慌てて会いに行ったわけですよね、安倍総理が。は,はい。 それを考えると、本当に連携してるのかねって感じですね、えー。ええ、そうか、そういうことありますよね、えーあのー。北朝鮮への警戒を訴える安倍総理についてですね、トランプ大統領、表面的にはもうあの、例えば拉致問題に関しても最大限の努力をするなんていうふうには、はい、あの発言はしておりますけれども、はい、これ、内心はこうどう思っていたと。そうですね、えー、今回あのちょっと気になるのは、はいあのー この米朝、朝鮮半島情勢について、はい、まあ安倍総理はかなり熱心に語っておられました、はい私。トランプさんですね、用意された紙を読んでるだけなんですね。<ー>あと、これは、あのー、報道出ましたけど、えー、あの、いわゆる完全で検証可能、かつ不可逆的な比較化。はいえー、これ、英語で CVID と言います。<ー>あのね、コン,コンプ p l ト t e v e r i f アンイ l e a なんだっけな。

で、ちょっとこれ気になるのは、つまりあの、安倍総理にしてみれば、ちょっと不安があるのは、トランプさんが、こうなんていうかですね、ここで、もしですね、はい、あの、朝鮮戦争、あれはまだその、休戦状態が続いているだけで、試合を完全に終わってないわけです。はい、これを正式に集結させて、仮に一時的にであれ、ですね、それは朝鮮半島の非核化を実現できたとなれば、はい、大変なもう国際的な評価がガンと上がります。はい、で、それをですねき、あの、それを目指すあまり、うん こう軽はずみなことをちょっと首脳会談でしちゃうんじゃないかと、ーーでそれによって日本が飛ばっちいくらったと大変だと、これは正当な懸念です。はいえー、ですから、安倍総理はかなりですね、えー、米朝会談についてあのやるんでよいろんなケースを具体的に想定して、かなり突っ込んだすり合わせを行ったようです。はい、ただ、トランプさんは、正直私が思うんですね、このトランプさんの頭に今、何がちらついてるか、ズバリノーベル平和賞ではないかと。 つまり米朝会談が本当にそういう意で成功した、はい、トランプさんにとってですね、そしたら、それはあり得るんですよ、オバマ大統領に続いて、オバマ大統領2009年、はい、あれ核兵器廃絶への努力で取ってますから、ね、はい、でもちなみにこれあの、オバマに出したのは間違いだったって、ノベーベル賞の選考人が最近言ったって話ありますけど、はい、取ったものは取ったんです、はい、でトランプさん、オバマに対抗意識、かなり持ってましたから、はい、あいつが取って、俺が取れないことあるかと、彼が思ったとしても、それは不思議ではない。はい、でそういうい時に当然安倍総理はいや北朝鮮 ああままり簡単にに信用しちゃいけませんん、ねはい、そこはででも保護すするんですと、ね、あだから台湾の,のための台湾は意味ないでしょって、そこは正論ですよ、はい、っ言ってると、トランプ大統領さ、どういうふうに聞くかと、ね、えー、気をつけたら、気をつけたら、うるせえな、俺はノーベル賞欲しいんだよって、<ー> <laughs> そういうことになるんじゃないかと。えーはい、さて、一方、あの経済なんですけれども、<laughs> 安倍総理とトランプ大統領の発言、これ、お聞きになって、さんいかかがですかあのですすあのねこれはもう正直、えー、あの朝鮮半島情勢でもちょっと、だからこれ、ちゃんと一思 できてるかなっていう疑念が正直あるんですが、経済についてはもう明らかに一層疎通できてないと、<laughs> あ<ー>つまりあの記者会見の様子見ると分かるんですね、えー、お互い相手の言ってることをあの取り合ってないじゃないですか、はい、あの一方的に自分の主張を言ってるだけで、それは平行線と、はいえー、もちろん平行線でなくなったら、あのぶつかっちゃうから、そうするしかないんですけれど、うん、これはですねあんまり成果があったとは思えないと、大体、えー、トランプさん、首脳会談の期間中に、アメリカにとって TPP は望ましくないと思う、はい、でツイートしてるわけですね。えー、で安倍総理 TPP 取ってきてきくれと言って、主張してるわけですから、言ったさ、これはトランプさん、最初からもう日本の言うことに応じる気ないようですね、えー、実際、イギリスの新聞、フィナンシャル・タイムズは、はい、あれはあのツイート、安倍総理の顔を見事に潰したと、論評しております、えー、でしかも鉄鋼、アルミの関税も外されてません、はい、でもって TPP は戻りません、戻りたくないってでって、ですね、通称の新しい枠組みを作るための閣僚級協議をやりましょうって話になったと、はいえー、要するに、まあ、よくてゼロ回答下手すりゃそれいけないですね、これ。 あはえー、あの会談の中でも、ですねトランプ大統領がいやあの安倍総理、心臓と呼んでるようですけれども、心臓の顔は立ててやりたいけれどもね、はい、貿易赤字なんとかしろみたいなね、はい、そういうことも言ってるようですから、はいうん、となれば、その友達は友達、仲はいいというのはあるけれども、それとこれとは別ですよと正直、今回はその感じですね、えー、特に、あのー、今、共同記者会見でも、トランプさん、えー、習近平のことすごく褒めるんですよね、えー、私にとって非常に特別な人と言ってると。そ、はい、そこに現にに現の場にいる 安倍総理への褒め方はもうずっとこう抑えたトーンだったと、えーで。結局やっぱりトランプさんの頭の中には、こう朝鮮半島問題を鮮やかにこうディールで取引で解決して、はいえー、それでノーベル平和賞だっていうのはちらついてるんじゃないかと。えー、それと中国の方が役に立つから中国立てようと。<ー>だからこれやっぱり下手すると、えー、 あの日本が蚊帳の外でも、はい、あのアジア情勢は何も困らないということになってしまうんじゃないかと、えー、その懸念がありますね、えー、いやーだけれども、目の前にね、11月にあの中間選挙がトランプ大統領ありますけど、はい、まあそれももちろん入れてるわけで,すよ、ね、で,すで,でもちろん、それでその国際的な評価上がって、えー、ノーベル賞で上ったら中間選挙圧勝できるじゃないですか、はいいろんな意味でトランプさん今、中国の目向ける様子、揃っちゃってるんですよね、えー、また、その国内的にもその日本に対して強くものを言えば、はい、支持率も上がってくる。 単一圧力で支持率が上がる。